この業界に来る前は印刷とか IT とか芸能か一応いろいろやってみたんですよ。でこの業界来て思ったんですけど、癖がねやっぱみんなかなり個性的ですごいいろんな人がいますね。感情がなんだろうな、激しいというか、まあ元気ない人が多いんですけど、まあ個性、うん、まあ変な人ばっかですね。で例えばかな、まあ僕、まあ、挨拶おはようございますとかしかしてなくて、深い仲に慣れてなかった人とかも、ある意味なんか僕のことがあんま好きじゃないって言い回ってるみたいなの聞いて、嘘やんと思って、俺飲んだこともないし挨拶はしたつもりないけどな、挨拶の角度が悪かったんかなっていうところぐらいしか反省しようがないみたいなのもあったりとか、ちょっとうん、まあ、僕も変なんでしょうけど、まあ、変な人多いなっていう業界ですね。でもね、その分やっぱあの大会系というか、まあ、未だにそういう文化もあるんで、礼儀とか挨拶はすげえ重んじてますね。なんかもう握手でがっつりとか今日も頑張ろうみたいなのは結構文化であるから、そこは楽しいというかすげえいいとこと思いますね。だからなんか今普通の企業ってそういうのあんまないと思うんで、もう大きい企業とかはマジで言ってるんですけど、マジでインターンとかでナイトクラブで半年働くとか、まあ、1ヶ月でもいいですよ、働いてみて、なんかそういう仕事楽しいんだぜとか感情的にやっていいんだぜとか、そんなことをちょっと学ぶっていう意味で言うと、俺はナイトクラブでインターンするっていうのはちょっとどっかの企業さん試してみてください。